北国新聞ニュースをお伝えしますあさっての川北祭りに向け高さおよそ40メートルあるシンボルの大かり火が用意されました大かり火の組み立て作業は昨日川北祭りの会場になる手取川簡易グラウンドで行われ町や商工会の職員、地元の区長などおよそ80人が参加しました 作業には大型クレーン車が使われ芝や竹などを束ねた鋼管3本を組み立て6時間がかりで高さ40メートルの大かが,り火が完成しましまた。一方、河北町役場では老人クラブ連合会の西田はじむ会長などおよそ20人が毛布と縄を巻きつけた針金で「河北祭」りの日文字を作りました。 川北祭りはあさって午後5時50分からメインイベントの音と光の祭典が始まり午後8時15分からは北国新聞創刊130年を記念した北国大花火川北大会が行われます金沢ケーブルは北国大花火川北大会の模様を当日午後8時から終了まで地デジ9チャンネルの 北国新聞ニュースプラスで生中継します。ご覧ください。次も、あさって行われる祭りの話題です。七尾市の一先宝刀祭りに登場する宝刀六基のうち一つを飾る武者絵が、4年ぶりに新調されました。日本遺産・能登の切り子祭りに含まれる一先宝刀祭りは、 六基の宝刀が有層華麗に町内を練ります。宝刀を出す地区の一つ、石崎町東三区は、4年ぶりに宝刀を飾る武者絵を新調しました。武者絵は縦4.5メートル、横1.5メートルあり、地元出身の中田剛さん47歳が、3週間かけて仕上げました。中田さんは、 錦の御旗を土豪から取り戻した鎌倉時代末期の武将、村上義輝を勇ましく描き、東三区のカラー、赤を散りばめました。一先宝刀祭りは、明後日行われ、東三区の運行を取り仕切る永田光大さん、31歳は、これからを担う子どもたちにも立派な宝刀絵や祭りを見てほしいと話していました。 人気漫画「ドラえもん」に登場するどこでもドア風のフォトスポットが鹿町の浦海岸にお目見えしましまた。白い扉と名付けられたこのフォトスポットは鹿町観光協会が町営キャンプ場能登リゾートエリア益穂ヶ浦の知名度アップやにぎわいづくりを狙いに設けました。 観光業界の会員が手作りした白色のドアは、高さ2メートル、幅70センチほどの大きさで、海水浴などを楽しむ人たちが、昨日早速ドアを開け、美しい海岸を背景に記念撮影を楽しんでいました。どこでもドア風のフォトスポットは、10月8日まで設置されています。 加賀市の子ども議会が6年ぶりに開かれ、中学生たちが身近な問題を取り上げ、質問や提案を行いました。加賀市の子ども議会は昨日、市役所の議場で行われ、夏休み中の中学生11人が執行部に対し質問や提言を行いました。このうち、片山津中学校2年の富永アナさんは、 学校の芝生で園児が休憩できるようテントや吾妻屋を設けることを提案しましたまた東亜中学校3年の北田由里さんは議員の高齢化を止めることはできませんかと述べ若者の意見を政策に反映するよう訴えました生徒たちは授業を選択させてほしいトイレを修繕してなど 身近な問題を取り上げ2017年以来6年ぶりに開かれた子ども議会で市政に対する自分たちの思いを伝えていました金沢産梨の主力品種香水が甘み十分に育ち今日から店頭に並んでいます香水は金沢市の農産物ブランド金沢育ちの一つで 今年は日照時間が長かったため、例年に比べて甘みが強い仕上がりになりました。金沢市長子町にある JA 金沢市の収集荷場には、出荷初日の昨日、14軒の農家から4トンの香水が持ち込まれ、色や形で選別された後、箱詰めされました。JA 金沢市梨部会によりますと、今月末にかけて、 33県の農家が265トンの香水を出荷する見込みで奥野靖久部会長は県民の皆さんには水分の多い梨を食べて記録的な暑さを乗り越えてほしいと PR していました香水の初出荷は今日が JA マットー明日は JA 加賀でも行われます北国新聞ニュースをお伝えしました 金沢ケーブルは加入相談会を行います。相談会の会場はご覧の通りです。相談会では事前に来場予約した上で、金沢ケーブルのいずれかのサービスにご加入いただくと、サーティワンアイスクリームギフト券500円分をプレゼントいたします。ご来場の際は事前に来場予約した上で会場にお越しくださいね。電話番号は0120。 七五一一一四番です。お待ちしています。